第3章。最初に佐久間町の丹波屋に行った平次は、一人息子を亡くして悲嘆に暮れている両親を慰めて、とにもかくにもせがれの清次郎の死体を見せてもらいました。まだ弔いの支度もできてはいず、仏様も床の上に寝かしたままですが、一目にも痛々しさが胸を打ちます。闇ほうけた死骸と違って、よく整った顔立ち、青春の油の乗った町内一番の息子が虫のようにころりと死んでいるのです。端正で苦悩の跡もない表情は、両親の悲しみを和らげるどころか、かえって深刻にしていくのでしょう。体には全く傷はありませんでした。いや、たった一つ、後ろの首筋に皮下出血とも思える斑点がありますが、それも大したものではなく、皮膚の表には何の変わりもなく、倒れるはずみに下水のどこかで打ち、やがて息が絶えたために際立っての生活反応を見せなかったのでしょう。親たちは何を聞いても一向に拉致が飽きません。一人息子の清次郎がどんなに働き者で親孝行でいい男であったかということを繰り返し繰り返し聞かされるだけのことです。外へ出ると八五郎が、死んだ子の可愛いのは無理もあるやつやな、清次郎はそんな心がけのいい息子だったとは思われませんよ、とぶち壊しなことを言うのです。なんか悪い噂でもあったのか。あたかっぷりがよくって、女才がなくって、人間が少し白状にできていると、親の知らねえ罪を作りやすね。どんなことがあったんだ。娘番付の大関と息子番付の大関が同じ町内に住んでいるんだ。無事に顔ばかり眺め合っちゃいません。ふーん、そこへ行くと呼び出し目は無事でいいな。からかわねえでください。世の中には大関よりも呼び出し目の足の方がいいという娘もあるんだから。おめえののろけはいずれ英実として、丹波屋の清次郎の方はどうなんだ。あんな吐きはあれやしやせん。町内の女の子はキャッキャ言ってるが、男の子は一向面白くねえんで、まず手始めは文字花と変な噂を立て、それからお育に鞍替えをして、今度はおよしとかあった。はしまめな野郎だな。自業自得と言っちゃ悪いが、町内の綺麗なのを総なめして、無事に百までも生きちゃ天道様は無駄びかりだ。あれ、大層恨んでいるじゃねえか。清次郎殺しの下手人は八五郎、おめえじゃなかったのか。じゃあなんじゃねえ。八五郎は妙にプリプリしております。色男番付の大関は死んでも財政消滅しそうもありません。米屋の隠居藤兵衛のうちはかえって墓中のように静まり返っておりました。このうちの前で娘と親しかった若い男が一人死んだということは、あまり結構な噂の種ではなかったのです。家は下田屋造りですが、なかなかの木口で、隠居が達者な頃お茶などをたしなんで、お好き屋造りの真似事にもなっております。もっとも格子の前のドブ板までは手が回らなかったと見えて、恐ろしくちぐはぐ、その隙間からふと覗いた平次の目に妙なものが見えるのです。ここを探してみたか。八、一通りは見ましたが、清次郎の死骸の後ろ首に打ち身をこしらえた代物でしょう。いや、そんなこっちゃね。このドブ板の破れたところに妙なものが落ちているんだ。わ、手紙っすね。八五郎はドブ板を剥がすと、手を突っ込んでその中から何やら取り出しました。天気続きで水っ気がないので、幸い濡れてもおりません。天地紅の結び目は洒落てるね。いずれおめえの好きな色踏みかなんかだろう。開けて読み上げてみな。へっ、とんだ色っぽい勧進帳で。あやあやあや。どうしたんだ。何にも書いてありませんよ。白い紙の天地紅を結び目にしたのは何の間違いでしょう。包装よけのお守りかな。そんなもんじゃあるめえ。どれ、俺が預かっておく。平次は無造作にそれを自分の懐の中に滑らせました。格子の外から声をかけると、
下女のお種が取り次ぎに出ました。四十前後の醜い女で、その上出戻りで子供があって、色ごとよりはためることに一心不乱といった肌合いです。ゆんべのことを聞きてえが。平次が上がりがまちに腰を下ろしてそういう下から、あの、私から申し上げますがと、お種を押しのけるように顔を出したのは、見たところ十九か二十歳の美しい娘でした。柄は大きい方、厳然とした表情も大きく、名ある歌舞伎役者のような派手な美しさです。お嬢さんが話してくれるのはありがてえが、人一人の命に関わることだから、何事も隠さずに言ってくださいな。平次は相手構わず念を押しました。この娘は若さも美しさも飛び越えて、少年のしたたかなところのあるのを初対面の平次に感じさせたのでしょう。でも清次郎さんは病気で急に亡くなったのでしょう。頓死ということになっちゃいるが、腑に落ちねえことも少しある。そうでしょうか。清次郎は時々ここへ来るのかな。3日に一度、5日に一度くらい。お嬢さんとそんなに懇意なのかい。いいえ、おじいさんの話し相手で。お嬢さんと何か約束でもあったように言う人もあるが。とんでもない、そんなことが。およしはにべもなく否定するのです。もっともこの輝くばかりの娘の美しさの裏には、何の陰影も悲しみもなく、どう同情してみても恋人や許嫁を失った顔ではありません。念のため中へ入って隠居の藤兵衛にも会ってみましたが、これはひどい老毛で、21歳の若い男、清次郎などの話し相手になる老人ではなく、つまり老人を慰めるという口実で、娘の合い引きの出しに使われていたことでしょう。うちの中も一応見せてもらいましたが、なかなか贅沢で隙を凝らした不審のくせに、それがまた下品の凝りすぎで、やや卑しくなっていることも特色でした。隠居と娘と下女は開花に休み、交代で泊まりに来る男たちは2階の6畳に寝ることになっておりますが、その2階もなかなかにひねっており、その頃朝霞に珍しく妄想だけの太い柱をつけた置き床に、怪しげな山水の小幅がかけてあります。部屋作りの洒落た割合に、雇い人の寝具や着物などが散らばしてあり、反転も帯も投げ出したまま浅ましい限りです。外へ出ると平次は家の周囲を一回りしました。一軒置いてお隣は師匠の文字花の家で、その家の隣には新築の家が半分ほど出来上がっており、それから先佐久間町菓子にはお幾の住んでいる水茶屋もあります。第4章。この隠居所の本家、つまり藤兵衛のせがれ夫婦の商いをしている増屋という米屋は、表通りで奉公人の5、6人もいるなかなかの店でした。八五郎に言わせると、当主菊三郎は隠居の藤兵衛の娘の婿で、その娘すなわちおよしの母親は10年も前に死んでしまい、後添いをもらって後に腹違いの男の子が2人もあるので、およしは自然両親から遠ざかり、隠居の藤兵衛のところに海宝という名で引き取られているということです。年頃になって輝くばかり美しくなったおよしが、若い男たちから騒がれるようになると、監督者のないままに自然わがままにも放埒になっていくのは、またやむを得ないことだったかもしれません。取り締まりの大事な隠居は廃人で、母親はまましい中、父親は義理がうるさいのと家業に忙しいので、娘の身持ちなどを考えてやる暇もなかったのです。奉公人のうち昨夜隠居所に泊まったという伊之助に会ってみました。米の粉だらけになった着実そうな立派な体格の男で、ゆんべのことを聞きに来たが、と言うと、私には何にもわかりません。よいから来て、下でお嬢さんと面白そうに話していた丹波屋の若旦那が、にぎやかないとまごいをしてお嬢さんに見送られて帰った様子で、格子が閉まると間もなくドブ板の上へドシンと倒れ、
変な声を出したので、下でお嬢さんとお種どんが大騒ぎになり、私も驚いて起き出し、2階から飛び降りるように表を開けて、3人一塊に飛び出すとあの始末で。その時はもう清次郎さんは正気もありませんでしたよ。気の毒なことで。これだけのことをよどみもなく話すのです。おめえはお嬢さんをどう思う？試みにこう聞くと、大きい声じゃ言えませんが、若くって綺麗で、その上叱り手がありませんから。と奥歯に物の挟まったことを言うのです。おめえは国はどこだい？越後でございますよ。ここへ来てから何年になる？もう7年になります。来年はとって35になりますから、一度国へ帰りたいと思いますが。少しは金ができたのか？いやー、とんでもない。越後から来た当座、2年3年は給金もたまりましたが、江戸の水になれるとろくでもないことを覚えますから、たまった給金も減るばかりで。猪之助は頭をかくのです。猪之助と交代で隠居所に泊まるという鶴松にも会ってみましたが、これは息子番付の関脇になるという美男で、私はなるべく逃げて隠居屋には泊まらないようにしております。どうも夜が遅くて明くる日の仕事に差し支えるものですから。そういうのはおよしのところへ張りに来る若い男たちに妨げられて、夜もおちおち寝られないための不満でしょう。もっともこの男は近在のもので、ますやの遠縁にあたり、いい男のくせに固いのが評判で、ともすれば開き直って人に意見などをやりたい癖があり、浮気娘のおよしにはあまり評判は良くなかった様子です。他に交代で泊まる小僧が一人ありますが、これは全然事件と関係がありそうもありません。どうだ、八、もう一つのしておじはなとおいくに会ってみるか。平次はまだ諦めきれない様子です。そいつは難儀だが、ついでに親分に引き合わせておきましょう。あのおじはなというのは厄介な女で、向こう柳原中の若い男をフラフラにさせましたよ。それからかき集めた身が金だって並大抵じゃありません。おめえも甲州の一人だろう。しっかり絞られたことだろうな。冗談で、足は逆さまに振ったって水っぱなも出ねえ方で、あべこべに文字花に貢がれた口ですよ。大きなことを言いやがれ。出がらしの茶なんか何杯飲まされたって貢がれたとは言えねえぜ。たまには豆ねじやコンペイトウぐらいは貢がされましたよ。それみな、みんな白状しやがって。二人は元の隠居屋の裏から師匠文字花の御神刀の下に立っておりました。